ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2戦闘機は基本的にアメリカの同盟国、友好国を中心に導入されている機体なんだ。いわゆる第5世代戦闘機と呼ばれるものだね。この会社のデータによると2022年初期で F-35 ライトニング2の建造総数は142機となっているよ。2020年から世界的コロナ禍に陥って生産スピードが落ちたものの、立ち直りつつある現状だな。さて今回は、そんな F-35 戦闘機を日米が本気で量産体制に入ろうとしていることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 の製造工場に関してはアメリカのテキサス州フォートワース、イタリアのカーメリ、日本の愛知県西春日郡豊山町の3カ所に限定されており、通称 FACO 施設と呼ばれているよ。FACO ジャパンは三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場のことを指し、2015年12月から生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの製造を担当している工場なんだ。この小牧南工場で一から製造するわけではなく、ノースロップグラマン社やロッキードマーチン社、BAE システムズ社から F-35 ライトニング2の機体各部を納入、そして IHI 社石川島播磨重工からライセンス生産での機関部がそれぞれ送られてくるので、それらを組み立てる製造工場と理解してほしいな。また、日本 IHI 社はアメリカのプラット&ホイットニー社から F-35 専用エンジンである F-135 のライセンス生産を担っており、福島県相馬市と広島県呉市の工場で製造された部品を東京の瑞穂工場で組み立てを行っているよ。このような IHI 組織の工場群は航空自衛隊の年間最大6機の F-35 ライトニング2の調達計画に対応したキャパがあり、今後は製造だけではなく、順次メンテナンスなどにも対応できるようになっていくと思われるぜ。FACO の三菱重工業者が IHI 社のエンジンライセンス生産の容量に合わせる形で小牧南工場を稼働させた結果、2021年にはコロナ禍でありながら計画通り全6機の F-35 ライトニング2戦闘機の最終組み立て、検査を見事に完了させたよ。もちろん小牧南工場で製造したのは6機だけとも言え、残りの136機に関してはアメリカとイタリアで生産されているな。それが技術や経験の差なのかはわからないけど、ちょっと残念な気もするよね。2020年までに F-35 の採用を決定して購入を進めていた国はアメリカをはじめ、イギリス、イタリア、オランダ、ノルウェー、デンマーク、ベルギー、ポーランド、イスラエル、オーストラリア、韓国、シンガポール、日本の計13カ国だったよ。翌年の2021年には当該機の購入をスイスとフィンランドが確定したほか、カナダ、ギリシャ、スペインが新たに検討しており、中でもカナダは88機の購入計画を打ち出したんだ。また、現在ウクライナ戦争のおかげで軍需産業が急成長しているトルコは、もともと F-35 ライトニング 2A 型を100機以上の購入の計画を打ち出し、機体の部品製造まで手掛けていたんだけど、ロシアから S-400 地対空ミサイルを取得してしまったことで、アメリカから A 型の購入計画を凍結させられているね。アメリカとロシア両国から兵器を購入しようとしたが、2018年にトルコは制裁を受けているな。また、2008年からトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業工場で、自国分を含む F-35 ライトニング2の機体の部品製造を行っていたんだ。しかし、2019年7月にトルコがアメリカの意図反するロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を強行したために、F-35 ライトニング2の引き渡しが中止されるとともに、部品製造分野からも除外されたってわけ。翻ってみるとトルコ航空宇宙産業工場が製造していた F-35 用部品は総数で900以上もあったため、この国への制裁が F-35 の世界的生産ラインへ大きな影響を与えるとして、当初アメリカ国内でも反対意見が上がっていたことは言うまでもないぜ。それでも最終的にはアメリカとしてトルコの行動は絶対に容認できないことであると判断し、ロシア製兵器調達を強行した事実への制裁が実行されたんだ。自国のメンツを優先した結果ってことかな。これらの制裁はトルコだけでなく、昔からロシアとの軍事的なつながりが深く、多くの兵器を調達しているインドやイスラエルなどの国々は、今までも米ロどちらかという二択から外れようとする動きも見せており、軍事に関するアメリカ優位体制は今や一部では揺らぎつつあるという話で、そこへどさくさに紛れて台頭してきたのが中国であることは紛れもない事実だろうね。このような F-35 戦闘機をめぐる不確定な動きはまだあり、産油国として日本ともつながりの深いアラブ首長国連邦も2017年頃 F-35 の導入を希望していることが公になっていたんだけど、その行方がどんな結果になるのか世間でも注目されていたよ。
結局のところ、意外にもアラブ首長国連邦が長年敵対してきたイスラエルと国交を結んだことで決着しており、しかもアメリカが後ろ盾の国についていて、つながりも強固であり、大パレスチナでも米国製武器が多く使用されていたんだ。イスラエルとの関係が改善されたことが功を成して、連鎖的にアメリカとの関係が改善されることになり、アラブ首長国連邦は2021年1月、F-35 ライトニング2A 型補充機購入契約を正式に結ぶ運びとなったよ。アラブ首長国連邦が新しく F-35 の採用国の仲間入りをしたわけだが、この契約は前トランプ政権が取り交わしたものであり、その後のバイデン政権は当国がリビアやイエメンに爆撃を行ったことを理由に話が保留となり、契約の中断が発表されているぜ。このアラブ首長国連邦と同じように F-35 ライトニング2調達を希望しているものの、アメリカ側が供給してくれない国として台湾があるわけなんだけど、これまでは様々な点で優遇していたのに F-35 に関しては別問題という話で止まっているね。そして台湾は代替案である F-16 ファイティングファルコン最新型 V 型を供給されることになったんだけど、要するにこれで手を打ってくれという話で、アメリカがこの国に F-35 を供給しないのは、バイデン政権が中国を懸念していることが伺えるってわけ。一方で日本領である尖閣諸島沖にたびたび出没する中国海警局の公船が民間漁船を威嚇したり、違法操業などをしたり目に余る行動をとっているよな。これらを台湾に対しても同じことをやっており、幾度となく領空侵犯を行ったり、台湾海峡で軍艦の G 行動を見せつけたりしてるね。こういった同民族同一国だからという中国の一方的な主張は、いつか自国を滅ぼしかねないよね。そのような自分勝手な言い分を貫き通そうとする中国が、ウクライナ戦争の主犯格ロシアに乗じて侵攻するかもしれないという台湾有事の可能性が現実的に感じられる昨今だけど、表面上は中国との対立姿勢を崩さないように見せているバイデン政権も、今は中国を刺激するのは得ではないと判断していると言ってよいだろうね。いつ起きてもおかしくない台湾有事は、現実的には中国軍がアメリカに守られた台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦闘能力がないという指摘も多いようだが、台湾の置かれた立場と危機感を考慮すれば兵器の質的優位性を確保したいと希求するのは当然のことだな。しかしながら F-35 ライトニング2を台湾に供給することをアメリカが許可してしまえば、いよいよ中国の軍事力が抑制不可能につながることにもなりかねないため、そうなると日本としては素直には歓迎できない非常に危険な事態となることも想定しなければならないよ。つまり、アメリカや日本が台湾に肩入れしすぎると、今もなお続くロシアとウクライナの戦争のように対中戦争を引き起こすことも十分にあり得る話ってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、体育座りについてだよ。体育座り懐かしいね。今でも癖でしてしまうことがあるよ。確かに地面に座っていいよってなったら、してしまうよな。その体育座りなんだけど、実は子供の体に負荷がかかるため、今後体育座りが廃止される可能性があるそうなんだ。確かに、ずっとしていたらお尻や腰が痛くなるもんね。でもそんなに負荷がかかるならなんで体育座りが定着したんだろうな。今日はそこを解説していくよ。まず体育座りが定着した経緯だけど、体育座りが学校で定着したのは割と最近なんだ。それっていつからなの ?1965 年だよ。全然最近じゃないじゃん。まあそこはスルーしてくれ。話を戻すけど、1965年に文部省から学校で用いられる学習指導の補足として、集団行動指導の手引きを発行されたことが始まりなんだ。そして、この集団行動指導の手引きには、体育座りが腰を下ろして休む姿勢として紹介されているため、学校で体育座りが導入されたそうだよ。当時の文部省は何も考えていないことが伺えるね。でも当時は今と時代が違うからそこはしょうがないんじゃないか。まあなんとも言えないね。それなら、体の負担がかからない座り方って何なの？長時間座ることに適しているのは、油だよ。油は背筋を伸ばしやすく、お尻だけではなく、負荷が下半身の様々な場所へと分散されるため、長時間座るのに適しているそうだよ。また、最近はフローリングの部屋が増え、季節によっては冷たいと感じるためか、そのまま座る時間が減っているそうなんだ。だから、下半身が硬い子供が増えているそうなんだ。その点油は股関節などを柔軟にする座り方でもあるため、基本的には油をかいて座ることをおすすめするよ。でも僕が子供の時は、体育座りがきつくて油をかくと、先生に油をかくなと怒られたこともあったよ。それは大丈夫。今では逆に体に負担がかかるから、体育座りをやめようという動きあるそうだよ。
それならみんな堂々とあぐらをかいて座れるね。そういうことだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。あぐら最高。体育座り反対。